こんにちは、翔太です。今回なんですけど、次回反響ですね。こちらですね、まあ割といいんじゃないかなって思うような編成に、まあじわじわと近づいてきたのでシェアさせていただきたいなと思います。この編成にする前は210ぐらいかなのステージが限界だったんですけど、今の編成にすることでですね、260まで上げていくことができました。で、まあどんな編成かっていうと、もう最初に見せちゃうと、あれですね、劉備のコブを打つ前に、コキビとか長孔明でバフを重ね、劉備に上げて、劉備のコブを強くしてあげようという風な作戦です。まあこれ普通の作戦なんですけど、今までちょっとあんまりやってなくて、どっちかっていうと罪悪状態に頼ってですね、ボス戦やってたんですけど、こちらの方が火力出て、もう一気に40ステージぐらい、登ることができたので、おすすめかなと思います。それぞれの役割についてなんですけど、コキビは暴走ですね。劉備と、まあ、今回はナタに付与してます。ここがナタがいいのかガウィーンがいいのかっていうところがあるんですけど、ちょっと今育成度合い的にはナタに、飛ぶようになってます。で、長孔明ですね。次に、いて、まあ、これは全体に祝福をばらまくと。で、で劉備はコブで、2名はですね、破壊を敵全体にばらまく。で、ナタは敵全体に罪悪を、撃砕か、撃砕をばらまいてもらって、ガウェインで攻撃する。で、2名、ナタ、ガウェイン、この3名はですね、基本的にはもうアタッカーとして使っています。で、なるべくですね、バッファーも、やられないことが重要で、まあ、なおかつ、バッファーがどれかだけ生き残るかっていうのと、めまいとかで、足止めされないかっていうところが、まあ、肝になってくるかなとは思いますね。まあ、基本的にはもうそこ次第で、勝てるか勝てないかっていうのが決まってるような感じです。まあ、割とですね、育成はしてきているので、コキビと長孔明も比較的生き残りやすいような状態ではあるんですけど、まあ、今優先して育てているのはこの辺になります。で、260で今止まっているような状態ですね。まあ、30ターンで戦闘終わるんですけど、まあ、ほぼほぼその最後のターンまで伸びているっていうところがあって、で、一応ですね、まあ、戦いを見る感じは、ここの履歴ですね、まあどうなんだろうな、まあ、ナタとガウェイントントンぐらいでだったり、さっきはナタの方が多かったんですけど、まあちょっとナタのスキル2がですね、範囲攻撃っていうところがあって、ちょっとナタの方が火力は出にくいんじゃないかなとは思います。コキビの暴走がですね、ナタに乗る関係でナタの方が火力出やすくなる可能性があるっていうところがあるので、ここに関してはガウェインを、育成した方がいいのかなというふうに若干思ってますね。ちょっとやってみますか。育てられるかな。これで、あ、全然違うな。あ、ちょっと、育成値全然違いましたね。ちょっと育成値が違いすぎたんで、いやー、ちょっとやってみるか。ちょっとあんまりやりたくはないんですけど、ちょっと戻してみて、もう一回ナタを採用して、そう、結構今回ですね、初心追走する回数が多くて、回数足んなくなっちゃったりとかしてるんですけど、これで、一気に育ったな。ちょっとついでに劉備も育てた。この二人を一番育成されてるような状態にしとく必要があるので、とりあえずこれで進むかな。弱くなったな、一気に。進まんかったらどうしよう、逆に。どうすかね。いやー、どうだろうな。ちょっと、なんか、火力は伸びたような気はしなくもないですけど、ちょっと何回か戦ってみますか。まあ、もともと110ぐらいと100ぐらいの育成だったのが、ちょっとナタがかなり弱くなってしまったんで、なんとも言えないな。あ、でも敵生き残ってるな。ちょっと待ってよ。さっきまでは、まあ、この辺を見ると、ザコは全滅していたことを考えると、ナタの方がいいのかな。ちょっと現段階だと、どっちの方が、まあ、どっちでもいいかなというふうには思いますね。どっちの方がいいっていうのは、まあ、そんなにはないんじゃないかなとは思います。そうですね。まあ、多分トントンぐらいなような気がするんで、まあ、こういう考え方で育成してもらえば、とりあえずですね、ある程度は登ることができるかなと思うので、まあ、これも、まあ、ナタの育成値がまた上がってくればですね、話変わってくるかなと思いますので、
まあこれからはちょっとですね、ナットとバッファーですね、バッファーが生き残っているっていうのが一番大事なような気がしてますので、やってる中で、まあこんな感じでちょっとワンパンされちゃうと、もうコキビの暴走一回きりになってしまうので、まあバッファーが生き残れるようにっていうのを意識しながらですね、やっていこうかなというふうに思います。一応、まあ割と上がりやすいんじゃないかなと思うので、こういった感じの編成、まあ特に最初の3体はもうこれが固定メンバーかなというふうに思います。で、あとはお好みで、もう少しバッファーを入れて、どうだろう、ガフェンいらんのかな。一応破壊罪悪っていう意味で2名とナタ入れてるんで、まあ、この2名は必要かなと思っていて、もう一人のアタッカーをバッファーにすると、どうだろうな、やってみます、ちょっとやってみますか、何でもやってみましょう。はい、ちょっとさすがに追走回数が変える分も減ってきたんであれですけど、でももうバッファーって誰がいるんや、誰がいいだろう、ダッキーかな。でもちょっともう正直この辺になってくると育成しても感があるんで、こうしてこう超孔明が生きるようにするって感じかな。これでどうですかね。いや、進んでくれたら嬉しいんですけど、どう、いや、これはやんない方がいいな。やんない方がいいですね。さっきの方が多分良かったと思います。はい。まあ、なんで、まあ、バッファーをこれ以上入れるっていうのは、なんか違うんじゃないかなとは思いますね。はい。ちょっと、だいぶ身を削ってしまった感があるんですけど、まあ、こんな感じで。進んでもらえばいいんじゃないかなというふうには思ったので、まあ、もしよければですね、お試しいただけたらなというふうに思います。まあ今回は短いですけど、ここまでにしようかなと思います。これからもですね、放置少女の動画を上げていきますので、もしよければツイッターの、おー、やっべ、どうしようこれ。フォローと、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。